らいの腕のかきって結構きつくないですか？どうも、セリカスイミングのセリカです。私も大会で、まあ、バタフライを泳ぐとか、全力で泳ぐってなると、やっぱり一番最初に疲れるのって肩とか腕なんですよ。まあ、練習するときとかは、どうやったら肩を疲れなくさせて、長く泳げるかなっていうのをもうひたすら研究しながら練習をしてました。ということで、本日の動画は、バタフライの楽に回せる腕のかき方を4つご紹介していきます。動画の後半には3つのおすすめの練習法もご紹介していきますので、ぜひ参考にやってみてください。それでは行きましょう。ではまずは本日のラインナップをご紹介していきます。1、軌道は鍵穴。2、かき始めは肘を立てる。3、広めにかき始める。4、後ろまでかかなくていい。そして最後におすすめの練習方法3つご紹介していきます。動画内で質問やご相談のある方はコメント欄に書いてください。必ずご返信いたします。まずは1つ目、軌道は鍵穴っていうことなんですけど、これもしかしたら理論的に結構なんか古いバージョンかもしれないんですけど、私はずっと軌道は鍵穴でやってるので、今回は鍵穴、別名クロールの S 字です。はい、を今回はご紹介していきます。まあ、何が違うかっていうと、普通の手のかき、まあ、早くバタフライを泳ぐときは、だいたい I 字、もうまっすぐで書くと思うんですけど、そうじゃなくて、楽に長く進みたいのであれば、最初アウトスイープを入れてくださいっていうのが、鍵穴の軌道になります。たったそれだけですね。アウトスイープっていうのは、ちょっと外側に最初は書き始めて、また内側戻して、最後まっすぐ書くっていうのが、アートスイープって言うんですけど、軌道的には平泳ぎの手のかきと全く同じです。平泳ぎの手のかきを最初に取り入れて、最後は後ろに流す、この軌道結構楽なので、ぜひ取り入れてみてください。2つ目が、かき始めは肘を立てるっていうことですね。先ほどご紹介した鍵穴の最初のアウトスイープ、ここで肘を立ててアウトスイープをしてくださいということです。まあ、よくあるのが、アウトスイープ別に肘曲げないでまっすぐやっても悪くはないんですけど、結構肩に負担がくる。で、肘を立てることによって、まあ、肩じゃなくて肩甲骨を使ってかき始めることができるんですけど、この最初の動きっていうのがプールサイドに上がる時と全く同じ動きなんですね。プールサイドに上がる時って、自分の肩幅よりちょっと広めに、まあ、手をついて肘曲げてガッて上がるじゃないですか。これと全く同じ風にアウトスイープを行ってくださいっていうことです。やっぱりその体の使い方、腕の使い方が一番力が入るから、まあ、無意識にやってることなので、それをぜひバタフライでも取り入れてみてください。3つ目が、広めにかき始めるということですね。アウトスイープ、これ本当によくあるんですけど、みんな最初陸とか、まあ、立った状態でアウトスイープ、あ、こうやるんだなって認識するじゃないですか。その後いざバタフライを泳いでアウトスイープやると、すごいちっちゃくなったりするんですね。これアウトスイープに入ってるのかなっていうぐらい、まあ、全然広がってないんですよ。まあ、なので自分が思ってるよりも10倍ぐらいは広めに書いてください。アウトスイープでやっぱりそれぐらい広くないとなかなか力が入りにくい。まあ、かき始めって結構水重いと思うので、そこでガッと水をかくためにはある程度肩幅よりも広めじゃないとなかなか力が入りにくいですね。狭くなるとどんどん肩に力入って、肩がどんどん疲労して長く泳げなくなってしまうので、もう広めに広めに書いてみてください。そして最後は、後ろまで書かなくていいっていうことですね。これはまあ、どうしても自分の腕力が追いつかないとか、まあ、かき始めで結構ガッてお水をかいて、その後後ろまで水を送れる自信がないとか、まあ、特に女性の方は重くてそこまでかききれない方いると思うんですね。で、そういう方は別に無理して後ろまでかく必要はないです。慣れたら本当は後ろまでかいてほしいです。まあ、本当は脱力してかき始めでちゃんとお水をかいて、その後は脱力して後ろまでかくっていうのが理想形ではあるんですけど、まあ最初ね、そこまで脱力も結構難しいし、かききれないなって思う方は途中で切っちゃっていいです。アウトスイープ終わってすぐに横に切っちゃっても、
しっかりそこの書き始めで溝をつかめてれば問題はないので、疲れてるなって、書き始め結構きついなって思う方は横に切っちゃって大丈夫です。ということで、おすすめの練習方法3つご紹介していきます。まず1つ目が平泳ぎになります。これはもう完全にアウトスイープの練習です。アウトスイープをちゃんと習いたいとか習得したいのであれば、まずは平泳ぎやってください。なんか結構みんな固執するんですよね。バタフライを泳げるようになりたいっていう方はなんかバタフライしか練習しなかったりするんですけど、もうそうじゃなくて、全然平泳ぎに限らずいろんな泳ぎをやってほしいです。もうできるんだったら4種目ちゃんとやった上でバタフライを練習するっていう風にした方が水泳は上達が早いです。いろんな手のかきとかいろんな体の使い方を覚えた方が体をコントロールしやすくなります。続いておすすめするのがスカーリングになります。先ほどのアウトスイープの軌道、平泳ぎで習うっていうのももちろん重要なんですけど、それだけだと軌道しか習得したことにはなりません。軌道プラス大事なのは手で水をつかむっていうその感覚を合わせることが大事です。でそれを練習としてやっぱり一番効果的なのがスカーリングになります。こんな感じで8の字で横の動きなんだけど前に進んでいく、これがアウトスイープではめちゃくちゃ重要です。アウトスイープ自体もメインは結構横の動きだったりするので、この時に前に進む感覚をぜひ身につけるようにしてみてください。そして最後にやっていただきたいのが片手バタフライになります。ある程度アウトスイープとか鍵穴軌道が分かってきたら、まずは片手バタフライでやってみてください。でこの片手バタフライで結構大げさにやらないと、いざ両手でバタフライってなった時に意外と横に広げられなくなってしまうので、もうめちゃくちゃ大げさにやってください。もう体何個分広げんのかなっていうぐらい広げちゃっていいです。はい、いざ本番になるとみんなちっちゃくなってしまうので、大きく表現して泳いでみてください。ということで、本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。セリカスイミングではパーソナルレッスンも随時受け付けておりますので、気になる方は概要欄からぜひチェックをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。